港内西富井駅は岡山県倉敷市場富井にある水島臨海鉄道水島本線の駅である。駅番号は MR2。なお西富井駅という駅名であるが、駅所在地は西富井ではなく上富井である。これは当初は西富井に置かれていたが、1973年の高架化の際に現在地に移転されたためである。相対式ホーム2面2線の高架駅。 無人駅である。駅舎、待合室はない。それぞれのホームに直結した出入り口がある。ホーム上には一部屋根がある。なお、上り線の線路が一線スルーとなっており、下り貨物列車は上り線を通過する。かつて駅の倉敷市方面には、線売公社倉敷工場への引っ込み線が分岐していたが、工場の閉鎖によって線路が撤去され、高架橋だけが残っている。 過去に倉敷中央高校の生徒の多くが当駅を利用していたが、1989年南隣の福井駅ができたことによりその役目を譲ることになって、一時は1日1000人くらいあった乗降客も600人程度に減少している。1日平均乗車人員及び乗降人員の推移は下記の通り、周辺は密集した住宅地で、 商店等はなく、駅南側の鉄道高架橋の下を、岡山バイパスが走っている。西に少し離れた、産業道路沿いは、大型店や、金融機関に病院などがある。今着マップオンザウェーブ、時系列地形図閲覧サイト埼玉大学、教育学部、谷賢九1965から1970年、ABC 会社遠隔。ありがとうございます。